岡山がもっと住みよい街になるために NPO やボランティア、企業、大学などいろんな人たちが力を合わせています。つながる共同広場、ノップ、スキップ、ジャンプ。岡山共同のまちづくり賞を受賞した取り組みを紹介するよ。今回紹介するのはこちら、万の富を探す会。どんな取り組みか見てみよう。岡山市東区千種学区、ここには万富東大寺河原窯跡や総道桜など数多くの歴史遺産や豊かな自然が残っています。千種学区内に眠っている地域資源を探し出し、観光客などに魅力を伝える取り組みを行っているのが万の富を探す会です。千種学区の10カ所の案内ができるように勉強したんですね。で、その後試験がありまして、試験合格した25名の方が、万の富を探す会の会員になっていただきました。で、この会員でですね、この町内の宝物を順番に紹介していこう、そういう活動をしています。紅葉や桜の名所として知られる三谷公園、毎年秋にもみじ祭りを開催しています。万の富を探す会は観光ボランティアとして祭りに参加、訪れた観光客に千種学区の歴史や公園の魅力を伝えます。観光案内以外にも地域の野菜を販売したり、パンフレットを配ったりして祭りを盛り上げます。またこの日は三谷公園の歴史や魅力を紹介する紙芝居を初めて披露、観客を楽しませました。私たち3匹の猿は金剛同志社の横で仲良く並んどるよ。知ってる？見たことある？紙芝居のこのお客さんを引きつける力がすごく大きくてですね、これはぜひ観光に生かした方がいいなということで、紙芝居を、作ってみました。子どもさん用と大人用とありまして、子どもさん用はキッズの方がたくさん集まっていただいて、もう夢中でっていうか口をポカンと開けて、一生懸命見ていただいてました。手直しをしながらちょっとでも宝を皆さんに紹介できるように改善できたらなと思います。千種学区には全国的に有名な万富東大寺河原窯跡があります。万の富を探す会のメンバーは観光ボランティアとして発掘現場を案内したり、現地説明会の手伝いなどを行います。この日は地域住民らおよそ40人が参加し、発掘現場を見学しました。国の史跡ですけれども、なかなか皆に知られてないんで、地元でいろいろ勉強し直して、でこう訪れてくださる方に、できるだけ詳しい説明ができないかなということで、3年前から取り組みを始めました。こんな山の中にですね、今から850年ほど前に、テクノポリスというんですかね、当時としてはとても近代的な河原の工場、それがあったということで、今はこんなに野原で、のどかなところですけど、皆さん驚かれたりしております。で、私たちもそれが大変嬉しいですし、活動の源になってますけれど、万の富を探す会では千種学区連合町内会のホームページを活用して、自分たちの活動や東大寺河原窯跡の発掘状況などをリアルタイムに更新しています。また小学校と連携してガイドブックを作成するなど、郷土愛につながる活動を行っています。自分たちの住んでいるこの万富千種学区が素晴らしい場所だなっていうのを再確認していただいて、村おこしにつないでほしいなと思います。そのお手伝いができたら嬉しいかなと思います。